境内の掃き掃除おしまい。綺麗になると気持ちがいいね。さて、もう一頑張りっと。のぞみー、あれ、ニッコッチ、お参りに来たん？まあね。それよりのぞみ、神社の手伝いってまだ終わらないの？そうやね、もうちょっとで終わるよ。どうかしたの？ちょっと付き合ってほしいところがあるのよ。ニコッチが素直にお願いしてくるなんて珍しいやん。いつもそうなら可愛いのに。 うるさい。とにかく神社の手伝いが終わったら私と一緒に来て。で、来たけど、ここショッピングセンターやん。買い物手伝えばいいの？違うわよ。付き合ってほしいのは、ここで開催中の福引き抽選会。食べ物、家電、生活用品、いろんな景品があるけど、私が狙ってるのは、一等！一浴びすれば、卵肌、美肌効果抜群の、温泉旅館宿泊券！宇宙ナンバーワンアイドルニコニーにさらなる磨きをかけるためにも、絶対当ててやるわ！のぞみ、あんたのスピリチュアルパワー、私に貸しなさい！なるほど。そういうことか。いいよ、いくらでも貸してあげる。でもそれやったらうちが抽選機回そうか？いいえ、私が自分で回すわ。勝利は自分自身の手で掴み取ってこそ価値があるのよ。さすがにこっち分かった。じゃあうちは後ろで応援してるね。やるわよ。今日のために集めまくった福引き券、これで栄光の一等を勝ち取ってやるんだから。うわ、すごい枚数。あれ、あの店員さん。何よ、知り合いでもいた？うん、よく神社にお参りに来てくれる店員さんがいたんだ。挨拶してきていい？いいわよ。スピリチュアルパワーはしっかり受け取ったから。戻ってくる頃には温泉旅行が決定してるわ。それならお祝いの言葉考えておかないとね。じゃあちょっと行ってきまーす。ニコッチ、ただいま。って、どうしたん？そんなにいっぱいポケットティッシュ抱えて。福引き！全部三箇所の白玉だったの！え、全部？福引き券30枚近くあったのに、うち5分も離れてなかったと思うんやけど、どんなペースで回したん？もう最悪。せっかくのぞみまで連れてきたのに、なんでこうなるのよ。福引き券集めに奔走した日々は何だったの？やっぱり一緒にいた方が良かったかもしれないね。ごめん。あれ？ニコッチ、ポケットから何か出てる。もしかして。え？あ、これ、福引き券、1枚、残ってた。よかった。きっと神様がチャンスを残してくれたんやね。ニコッチ、手出して。手？こうやって手をつないで、うちのスピリチュアルパワー目いっぱい注いであげる。さあ、ニコッチ、抽選機回そう。
わかった。おりゃー！出た！色は…ナンバーワンアイドルの声はどこにいてもわかるんやね。ぐ、褒めてないでしょ。そういえばさっきやったやったってすごい喜んでたけど、どうかしたの？福引きで一等賞を当てたんだよね。そう、見なさい、この光り輝く勝者の証、温泉旅館宿泊一等？うわ、しかもこの旅館めちゃくちゃ有名なところだ。すごい、ニコさん。当然よ。すごいな。福引き。あ、そういえば私もさっき買い物した時福引き券もらったっけ。1枚だけだけど。そうなの？じゃあせっかくやし、やっていきなよ。もしかしたらまた一等出ちゃうかも。一等はさっき私が取ったじゃない。もう一本あるよ、景品の一覧にも書いてあるやん。一等温泉旅館宿泊券2本って。あ、ほんとだ。一等出るかな。でも3等の業務用台所洗剤も気になるかも。うちで使ってるのと同じやつだ。やるなら1等狙いなさいよ。取ったら私に献上しなさい。やだ。ニコッチってば意地悪言わないの。チカッチ、スピリチュアルパワー注入してあげる。うちの手握って。のぞみさんがついててくれるなら絶対いいのが出るね。よーし、行きまーす。出た。色は黄色。おー、3等出た。違う、金よ金、1等よ。え、ほんとだ。あ、うわー、やった、ニコさんが当てたから私たち2回連続で1等当てちゃったってこと？こんなことが起こるなんて、スピリチュアルパワーすごい、すごすぎて怖くなってきたわ。よかったね、チカッチ。2人とも旅行は誰と行くん？家族？もしよければみんなで一緒に行かない？ミューズとアクアと、それから虹学のみんなも誘って。え、うちらのこと連れて行ってくれるん？嬉しいな。ニコッチどうする？みんなでか。そうね、悪くないかも。いいわよ。アクアのみんなにも後で聞いてみるよ。私もミューズのメンバーに聞いておくわ。のぞみはオッケーなのね？うん、楽しみやね、温泉旅行。
ちの泊まるお部屋だね。さすが有名旅館、いい部屋じゃない。広いですね。それに眺めもとても素敵です。あ、マッサージチェアがある。最高、この部屋最高。かなちゃん目ざといな。この旅館は部屋からの景色が綺麗なことで有名なんだけど、この部屋はその中でも特に眺めがいい部屋なんだよ。温泉は館内にある大浴場と露天風呂、それから館外の山の中にも天然の露天風呂があって、美肌以外にもリウマチや痛風に効果があるんだ。もちろん温泉からの眺めも最高。一度見たら忘れられない絶景だよ。すごい、さすが温泉旅館の娘さん、お詳しいのですね。まあこれくらいはね。チカちゃん、ポケットから何か落ちたよ。これは旅館のパンフレット。なるほど。あ、でも本当に素敵な旅館だよね。私たち6人しか来られなかったの本当に残念。そうやね、28人全員の予定を合わせるのもなかなか難しい。あれ、ニコッチ、お風呂セットなんて出してもう温泉行くの？今着いたばっかりなのに。当たり前でしょ、はるばる来たからには1分1秒だって無駄にはできないわ。宇宙ナンバーワン美肌が私を待っているのよ。切っちゃった。ニコッチらしいね。せっかくやし、うちらも夕飯の前に温泉行ってみる？賛成じゃ。電車にいっぱい乗って疲れたから癒されたいずら。私も行きたい。有名旅館の温泉入ってみたい。かなたさんとしずくちゃんも行こうよ。体が温まってる方がマッサージも気持ちいいよね。決まりやね、みんなで行こう。はあ、いいお湯だった。聞いていた通り眺めも素敵でしたね。芯から揺さぶられる。全身の凝りが、疲れが、抜けてゆく。これがマッサージチェア。まさしく、神が作りたもった極上の椅子。天国が見える。ご飯までまだ時間あるね。ねえ、今から娯楽室に行ってみない？部屋に戻る途中で見かけたんだ。娯楽室？面白そう。行ってみたいじゃん。私もです。あ、でも、うわー、かなちゃんなら心配しなくても大丈夫だよ。うちがついてるから。残るの？うん、お風呂から上がったばっかりやし、ちょっと休憩してるよ。夕飯の時間が近くなったら連絡してあげるから、みんな行っておいで。わかった、ありがとう、のぞみさん。行ってきます。ここだよ、娯楽室。あ、卓球台がありますよ。やはり温泉といえば卓球ですよね。定番です。スコアボードもあるんだよ。
本物の試合みたいでワクワクしちゃうよね。やろう卓球。いきなりやる気出したわね。ちかちゃん、卓球すごく上手なんだよ。では私がお相手させていただきます。本当？あれ、でもしずくちゃん確か球技苦手じゃなかったっけ。はい、ちかさんのおっしゃる通りボールを使うスポーツについては全般的に得意ではありません。しかしもしこの先お芝居で温泉卓球をするシーンを演じることになった場合、演技にリアリティを出すためには実体験の有無が重要になります。演技の、いえ、私自身の人生の糧とするため苦手だからという理由で逃げるわけにはいきません。シカさん、よろしくお願いします。しずくちゃん、なんて真剣な目。ラケットを構えただけなのに気をされる。とても球技が苦手だなんて思えない。私も遊びなんて気持ちでやっちゃダメだね。本気のしずくちゃんに応えるためには私も同じだけ本気にならなくちゃ。いくよしずくちゃん。はっ。すごい、なんて豪快な空振り。もう一球お願いします。ずらー、まったく卓球やってんだか芝居やってんだか。って花丸、何してんの？ニコさん、これやり方わかるずら？ん？アーケードのレースゲームじゃない。こんなのも置いてるのね。花丸がこういうのに興味持つってなんか意外。これって車の運転ができるゲームなんだよね。前に見たことがあってずっと気になってたずら。じゃあやればいいじゃない。私が一緒にやりながら教えてあげるわ。車を選んでコースを選んで、これでよし。いい？右に行きたいときはハンドルを右、左に行きたいときは左に回すのよ。わかった？対戦モードにしといたからね。負けた方が勝った方の言うことを何でも一つ聞くのよ。対戦？さあ始まるわよ。3、2、1、ゴー。うわー、パスカル、ハンドルやるじゃない。初めてにしてはなかなか。何今、何か顔に、ギャー、今度は口に入った。これ髪の毛？ずがやってきた。晩ご飯。もうお腹ペコペコよ。つやつやの白米、キノコと山菜の天ぷら、すき焼き、
お刺身、茶碗蒸し。今回の旅行で一番楽しみだったすら。ジュル。花丸ちゃん、よだれ。本当に美味しそうですね。盛り付けもとても美しくて。そうやね。さ、冷めないうちに食べよう。いただきます。いただきます。お米とっても美味しいです。噛めば噛むほど優しい甘みが口いっぱいに広がって幸せです。この地方で収穫されたお米を使ってるんだって。パンフレットに書いてあった。天ぷらも衣がサクサク。プロが揚げてるんだろうから当然だけど、どうすればこんな風にできるのかな。さすがお料理上手さん、気になるんやね。にーこさん、お肉くださいつりゃ。わかってるわよ。一枚でいいわね。え、どうしたの二人とも。娯楽室でゲーム勝負をしたらしくて、負けた方が勝った方の言うことを何でも一つ聞かなければならないそうです。負けたんやね、ニコッチ。うるさい。もう誤解勝負になんてするんじゃなかったわ。マッサージチェア、極楽はここにあったずら。花丸ちゃん、次かなたちゃんね。みんな、ニコさんともう一回温泉行ってくるね。また行くの？うん、有名旅館の温泉もっと知りたいんだ。疲れば疲るほど美肌も磨かれるのよ。ステージの照明跳ね返すほどツヤツヤになってやるんだから。行ってくるわね。チカさんとニコさん戻ってきませんね。出て行ってからもう3時間くらい経ちますけど。お土産でも見てるのかな。あとはまた娯楽室に行ってるとか。でもそれにしたって遅いずら。ちょっと電話してみるね。まずはチカちゃんに。あれ、忘れて行ってますね。ダメやね。今ニコッチにもかけてみたけど繋がらない。電源切ってるのか。それとものぞみちゃん、タロットで占ってみたら。二人が今どうしてるのか。そうやね、やってみる。えい。何のカードが出たずら。戦車の逆位置、挫折、不安、道を見失う。そんな。大浴場にもお土産売り場にもいなかったし、娯楽室にもいなかった。チカちゃんもニコさんも一体どこに行っちゃったんだろう。もしかしたら外に行ったのかも。さっき旅館の従業員さんに聞いたんだ。女の子が二人、お風呂セット持って外に出て行ったって。これ、ニコちゃんとチカちゃんじゃないかな。どうして外になんて。あ、そういえば。温泉
にある大浴場と露天風呂、それから館外の山の中にも天然の露天風呂があって。そっか、もしかしたらその天然温泉にうちらも行ってみよう。着いた。ここがチカさんが言っていた天然温泉ですね。でも誰もいない、というかしばらく誰も来ていないみたいです。どうしよう。のぞみさんの占いでも悪い結果が出てたし、まさか本当に何か事件に巻き込まれたんじゃ。花丸ちゃん落ち着いて。まだ誰も来てない。戦車の逆位置、挫折、不安、道を…あもしかして道を間違えて迷子になってるんやないかな。迷子？でもここまでは一本道でしたよ。途中に案内図もありましたし、迷いようがないと思うのですが。確かに舗装された道は一本だけやったけど、脇に獣道みたいなのがあったように見えた。例えば近道できるかもとか思ってそっちに。電話にも出ないし、天然露天風呂に行こうとして近道したくて獣道に入ったら迷って、暗いしスマホは充電切れるし虫は出るし、うんうん、そっか、真っ暗な山の中で怖かったね。もう大丈夫、みんないるからね。二人とも本当に無事でよかった。さ、泥だらけの体きれいにしよっか。ちょうどここはお風呂やし、怖い気持ちも一緒に流しちゃおう。のぞみさん、せっかくだし、かなたちゃんたちも入っちゃう？そうですね。少し歩いたら汗をかいてしまいましたし。熱いお湯に浸かってさっぱりしたいずら。それはいいね。みんなで露天風呂入っていこう。はい。みんなへのお土産何にしようかな。入浴剤やお菓子、食器、アクセサリー、いろいろあって迷ってしまいますね。やっぱりここはお菓子ずら。温泉まんじゅうのこしあん、白あん、黄身あんの3種類を買って自由に選び放題、食べ放題。いくらなんでも買いすぎでしょ。こっちには化粧品があるよ。洗顔石鹸に化粧水、フェイスパック、温泉水配合ツルツル美肌だって。ニコッチ買うわ、箱買いよ。
子さんだって買いすぎずら。こっちのポーチもいろんな柄があってかわいい。一種類ずつ選んでアクアのみんなへのお土産に。はあ、でもこっちに並んでるハンカチもかわいい。お菓子なら練習の合間に食べられる。小物なら普段の生活に役立てられる。どちらを取るべきか。かなたちゃんはこれにしようかな。入浴剤の詰め合わせ。お家で使う分と、同好会のみんなの分。家でも温泉気分が味わえるね。はるかちゃんと入るの？うん。ダメだ。決められない。のぞみさんは何にするか決めた？うちのお土産は最初から決まってるよ。え、あ、そうなの？どれ？お菓子？ハンカチ？キーホルダー？ふふふ。これ。ん？それ、あんたのスマホじゃない。これに勝るものはないと思う。うちのお土産はね、この写真や。写真？あ、これ！何を驚いて。あんた、なんでこんなもの？よく撮れてるやろ？ニコッチとチカッチが温泉探して迷子になって泣いちゃった時の写真？一体いつの間に撮ったずら？全然気づかなかった。ほほう、なかなかのレアショット。のぞみちゃん、名カメラマンだね。確かに、今回の旅行ならではのお土産ですね。涙で顔がぐしゃぐしゃ。私、あの時こんな顔してたの？恥ずかしい。なんてもん撮ってるのよ。消して、今すぐ消して。ダメ、二人には散々心配させられたんだから。もう勝手に危ないことしないように、戒めとしてみんなの心に刻むんや。のぞみちゃん、かなたちゃんもその写真欲しいな。私も旅行の記念にぜひ。マルも欲しいずら。いいよ、後で送るね。アクアと虹ヶ崎のみんなにも見せてあげて。